ビートルズ・ビートルズの曲名一覧、ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス・ビートルズ・ビートルズの作品ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス、ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスは、ビートルズの楽曲である。1968年に発売されたオリジナルアルバム、ザ・ビートルズに収録された。作詞作曲は、ジョージ・ハリスンで、歌詞は、ビートルズのメンバー内で生じた不和についての、 言及とされている。本作のリードギターは、ハリスンの友人であるエリック・クラプトンが演奏しており、雰囲気の悪さを緩和する役割も果たしたが、クレジットには表記されていない。ハリスンは、中国の液響の書籍に触発されて、本作を書いた。1968年7月にアコースティックギターとハーモニウムを主体としたデモ音源が録音され、8月から9月にかけて、 バンド形態でのレコーディングが行われた。1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジーさんには前日のデモ音源が収録され、2006年に発売されたシルク・ドゥ・ソレイユのショーのサウンドトラック版ラブには前日のデモにジョージ・マーティンがアレンジしたストリングスがオーバーダビングされた音源が収録された。イギリスやアメリカではシングルカットされていないが日本、 ヨーロッパ、オーストラリアでは、シングル、オブラディ、オブラダの B 面曲として、シングルカットされた。リリース後、音楽評論家から賞賛を受け、サムシングや、ヒアカムズ・ザ・サンと並んで、ハリスンの代表曲の一つとされ、解散後のソロライブの定番曲となった。ローリングストーンの選ぶオールタイム、グレーティストソング500では136位にランクイン、した。 ハリスンはイングランド北部のウォーリントンにある母親の家でホワイルマイギタージェントリー・ウィープスを書いた。本作は中国の疫郷の書籍に触発されて書かれており、ハリスンは僕は疫郷の写しを持っていた。中国にはすべてが必然であり、偶然というものは存在しないという考えがある。一方、西洋では偶然のことを稀にあるものだと考えられている。 本を開いた時に見えたのが、ジェントリー・ウィープスだった。僕は本を閉じて、曲を書き始めたと語っている。歌詞は、そこに眠っている愛がありながらも、それに気づけていない人類の愛かとなっていると同時に、インドから帰国後のメンバー間の不和が反映されており、同じく、ハリスン作の、ノットギルティでもハリスンがメンバーを率いて、マハリ氏に会いに、リシケイシュに行った、際のトラブルや、 アップルコアの設立によって生じたメンバー間での対立などへの言及がなされている。本作のリードギターのレコーディングにはグループの雰囲気の悪さを少しでも緩和することを目的にエリック・クラプトンが招かれた。1968年5月にイ、e、ーシャーにある自宅でデモ音源が録音されたが初期の走行にあったと The Problems You So Are The Troubles You Are Reaping というフレーズが差し替えられた。また、EMI Studio でレコーディングされた最初のバージョンでも最後のバースの歌詞がリリースされたものと異なっており、I Look From The Wings At The Play You Are, Staging, While My Initagently Weeps, As, I Am Shitting Here, Doing Nashing But Aging, スティル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスと歌われていた。この日にレコーディングされた音源は1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジーさんに収録され2006年に行われたシジュク・ドゥ・ソレイユのミュージカルザ・ビートルズ・ラブではこの音源をベースにジョージ・マーティンがスコアと編曲を手掛けたオーケストラが 加えられた音源が使用された。ミュージカルのサウンドトラック版にもこのアレンジが収録されている。このアレンジについて、ハリスンの未亡人のオリビアは心の底から音楽に共感してくれるんです。彼はジョージがあの曲で伝えたかったことを完全に理解していましたと称賛している。なお、マーティンがビートルズの曲に対してストリングス編曲を手掛けたのはこれが最後となった。 ホワイルマイギタージェントリーウィープスのレコーディングは1968年7月25日に EMI スタジオの第二スタジオで開始された。この日のセッションはハリスンがアコースティックギターで弾き語り、それに対してポール・マッカートニーが曲に合うようにハーモニウムでコードを弾くという形式で行われた。この日にレコーディングされたテイク1がザ・ビートルズ・アンソロジーさん。 テイク2が2018年に発売されたザ・ビートルズ・スーパー・デラックス・エディションに収録された。8月16日にバンド編成でのレコーディングが開始され、ヘビなアレンジが施された。レコーダーのトラック1に、マッカートニーのベース、トラック2に、ハリスンのアコースティックギター、トラック3に、レノンのオルガン、トラック4に、リンゴスターのドラムスが録音された。 14テーク録音された中から最終テークがベストとされ2本目のテープにリダクションミックスする際にドラムスとベースがトラック1、オルガンとアコースティックギターがトラック2にまとめられた。なおこの過程でギターの音にフランジャーがかけられテープの回転速度が通常よりも遅くなった。このためテンポが落ちてキーも1音半低くなった。 9月3日のセッションでは初めて8トラックレコーダーが導入された。この日のセッションでテイク15が8トラックレコーダーに移されてテイク16となり、これに対してハリスンは2年前に I'm Only Sleeping のセッションで行ったように逆回転のギターソロが加えられたが、このテイクは破棄された。5日に8月22日のセッションを最後に離脱していたスターが復帰。 この日もオーバーダビングが行われたが、2番目のバージョンもボツとなった。その後、3番目のバージョンの制作が開始された際、テイク数は17となっていたが、ハリスンはこれをテイク1と称した。その後27テイク録音された中から、テイク25がマスターに選ばれた。なお、最終テイクとなったテイク27は、2018年に発売されたザビートルズ。 スーパーデラックスエディションの CD 後に収録された。クラプトンがレコーディングで使用されたキブソン・レス・ポール。クラプトンはこのギターをハリスンにプレゼントした。9月6日にサリーからロンドンへ向かう車の中で、ハリスンはエリック・クラプトンにレコーディングに参加してギターソロを弾かないか、と声をかけた。当初クラプトンは僕がビートルズのセッションに参加するなんて、 恐れ多いことだと断っていたが、ハリスンは、これはビートルズの曲じゃなくて、僕の曲だ。僕の曲の演奏を僕がやってくれって頼んでるんだから、気にしないでいいんだと説得した。クラプトンは、ルーシーと名付けたギブソン・レスポールで、ギターソロを演奏し、このギターソロは、レコーダーのトラック2に録音され、トラック1には、ドラムス、トラック3に、マッカートニーのオルガントピアノ、 トラック4に、ハリスンのボーカルとアコースティックギター、マッカートニーのハーモニーボーカルが録音された。なお残されたテープから、クラプトンは、テイク17からテイク45までの大半で、共演していたことが判明している。クラプトンのギターソロを後から聴き直したハリスンは、ビートルズっぽさが足りないと判断し、エンジニアに対してビートルズっぽさを出してくれと要求した。このため、 1968年10月14日にモノラルミックスとステレオミックスが作成された際にギターソロとオルガンにオットがかけられた。音楽学者のウォルター・エベレットはレノンが弾いたトレモロをかけたギターのパートは曲のコーナーで弾いたフレーズのみ残されたとしている。ホワイルマイ・ギター・ジェントリー・ウィープスは1968年11月22日に アップルレコードから発売されたオリジナルアルバムザ・ビートルズの A 面7曲目に収録された。現在、この曲以降のジョージ作のビートルズナンバーはジョージの個人楽曲出版社ハリソングス・リーミテッドが保有しているが、この曲と同アルバムに収録されているピッキーズ、ロングロングロング、サボイトラッフルの4曲は最初アップルパブリッシングが保有していた。イギリスやアメリカでは シングルカットされなかったが、日本、ヨーロッパ、オーストラリアなどの国で、シングル、オブラディ、オブラダの B 面曲として、シングルカットされた。ちなみに、日本でシングル発売された時のタイトルは、マイギター・ジェントリー・ウィープスと、なぜか、ホワイルが抜け落ちていた。その後、ビートルズ解散後の1973年に発売された。 コンピレーションアルバムザ・ビートルズ1967年から1970年や1976年に発売されたハリスンのソロ名義でのコンピレーションアルバムザ・ベスト・オブ・ジョージ・ハリスンにも収録された。ビートルズ研究家のエリン・トルケルソン・ウェバーは1969年に発売されたサムシングやヒア・カムズ・ザ・サンとともに多くの聴衆が ジョージの作品をレノン・マッカートニーの作品と互角とも言えるほどに素晴らしいと考えるようになった時期の始まりとしており、コラムニストのマーク・ハーツガードは自身の著書でジョージのキャリアでは初の素晴らしい楽曲でおそらくホワイトアルバムで最も印象的な楽曲の一つと評している。ローリングストーン氏が選んだ 500グレイテストソングズオブオールタイムと、ザ・100グレイテストギターソングズオブオールタイム、さらに、100グレイテストビートルズソングズにおいて、それぞれ136位と7位、10位にランクイン。2018年に、インデペンデント氏のジェイコブ・ストルワーシーは、アルバム、ザ・ビートルズ収録曲を対象としたランキングで、本作を1位に上げ、ビートルズで最も偉大な曲の一つ。 ハリソンが天才である証と評している。1987年のコンサートでの演奏時のハリソンとクラプトン・ハリソンは解散後のソロライブで毎回ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスを演奏した。初めて本作が演奏されたのは1971年8月1日にマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたチャリティ・コンサートで当時の演奏はライブアルバム バングラデシュコンサートに収録された。同コンサートに同伴したクラプトンは、ジャズやカントリーミュージックの演奏に適したギターである、キブソンバードランドを使用していて、ヘロイン中毒という状態であったが、同コンサートでの演奏について、音楽評論家のトム・ムーンは、著書、1000レコーディングス2ヒアビフォーユー大で、ロックで、よりスリリングな二人のギターの探求の一つと、評している。 1974年11月から12月にかけて、ラビシャンカルと共に行った、北米ツアーでも演奏され、リードギターのパートは、ロベン・フォードと共に演奏した。1987年のプリンストラストでは、ハリスンとクラプトンの他に、スターがドラムスで参加した。なお、同コンサートではコーダが延長されたアレンジで演奏された。 1991年にクラプトンと共に行った来日公演でも演奏しており、12月14日の公演と17日の公演での演奏を組み合わせた音源がライブアルバムライブインジャパンに収録された。カナダのギタリスト、ジェフ・ヒーリーが1990年に発売されたアルバムヘルトペイで本作をカバーしており、ハリスンがアコースティックギターとバッキングボーカルで参加した。 ヒーリーのカバーバージョンは後にシングルカットされ、ニュージーランドのシングルチャートで最高位25位、カナダのシングルチャートで最高位27位、全英シングルチャートで最高位85位を獲得した。2002年6月3日、バッキンガム宮殿で行われた、女王エリザベス2世、大韓50周年記念コンサートで、マッカートニーがクラプトンと共に本作を演奏した。 同年11月29日に行われた、ハリスンの追悼コンサート、コンサート4ジョージでは、マッカートニーとスター、クラプトンに加え、ダーニー・ハリスンとマークマンの5人で演奏した。このほか、トット・ラングレン、トム・ペティ、ピーター・フランプトン、マーク・リボー、トートーラによってカバーされ、日本ではザ・ウィラードや吉田兄弟らによってカバーされた。2016年に、 ザ・ビートルズ・ラブの初舞台から丸10年を迎えるのを記念し、このアレンジでのミュージックビデオが公開された。映像はミュージカルの世界観を表現したものとなっており、ミラージュホテル公園での映像やネバダで撮影が行われたインサート映像で構成されている。出展。ありがとうございます。